今日はディルの植え付けを紹介します。で今は10月のちょうど末でこれぐらい涼しくなってきた頃にこのディルを植え付けしてます。で今回はここの直接地植えして育っていこうと思います。でマイナス5度ぐらいまでは大丈夫ですので、ただ雪の多い地域とかもっと寒い地域では大きなプランターを用意して、植え付けをしてやってください。で今の時期に植え付けしておくとしっかりした株になって、で来年に葉っぱをたくさん収穫してピクルスに入れたりとか、あとはこれをケイを炒めて食べると美味しいんで、そういった楽しみ方をいつもしています。では植え付けをしていきます。では植え付けをしていきます。でこの周りには腐葉土を入れてあります。でこういった植えるスペースをちょっと掘ってあって、で周りはいつも通り綺麗な土を使ってやってください。これであとはたっぷり水を与えてやって、あと風にあおられると倒れてしまうんで、こういったこれは竹を使いますけど、支柱をこう立ててやって、で白の赤何かでこう止めて支えをしてやってください。